じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない？私が女だからですか？男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたには分からないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか？なんだとこら。総長、足木、てめえ何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すいません。三刀流奥義、三刀流世界、観念しろ、観念しろ。私ぐらいの雷なら怖かねえ。ギャラども、ひるまず進め。めんどくせえのが来たな。まだ飛来心が残ってたのか。これ様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。三刀流奥義、三刀流世界。てめえ、今日だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。つまみが欲しいな。お前ら、出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃がさねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。何をしでかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえって。でもここで捕まるわけにはいかねえ。世界、お前ら引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。
すぐに船を出せ。麦わらを追うぞ。ですが、上が何というか。俺に指図するな。とそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前、何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞ、グランドライン。ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。こいつは全身凍傷になりかけてる。こんな格好で何のつもりだ。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。
あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと直してやる。わかったよ、助ける。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ヒトヒトの実を食べたトナカイ、トニー・トニー・チョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩り。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んで。待てこらー。ま、待てよ、あいつさっき喋ってなかったか。ん、そういやあいつ二本足で立ってたような。バケモンだ。なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコでチビででかくなってバケモノで。いいやつだ、面白え。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て、バケモノ、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワッポル。野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえトナカイ、俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。実際残らず死刑にしてやれ。それが一国の王のやることなの。みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。頼む。でも王様に逆らうんじゃねえよ。一気に攻めかかれ。新手が出てきたみたいだわ。レリーに手出しはさせねえよ。こっちから挨拶に行ってやる。俺たちも加勢するぞ。無言の。バン、この子供を荒らされて怒ってるんだ。放っておくと村の人が危ない。まず殴って落ち着かせないと。頼む。ごめん、すぐ直してやるからな。よし、もう大丈夫だぞ。ガレレン、俺が万能薬になるんだ。何でも直せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。ラパン、俺たちは
は城を守りたいだけで、お前らに危害を加える気はないんだ。どんだけ手間取ってんだ。さっさと皆殺しにしてこねえか。この者、王様がどれほど偉いのか見せてやる。バクバクシャーベルやはり大砲は生に限るぜ。食べた大砲が体の一部に。ゴムゴムの。気をつけてルフィさん。の分際で王に逆らうってんじゃねえだろうな。俺様の攻撃を食らいやがれ。ラパンはワポルタスと戦う気だ。誰かラパンを助けてやってくれ。ワポルに近道を教えてくれるのか。やっと見つけたぞ、山口。
まずお前から死ね。ゴムゴムの野西山その態度、死刑確定だな、おい。あ、どこ行く気だ、ジャナグジ。頼む。いい加減に死ねえか。その城の主は俺様だぞ。この城はね、ヒルルクの墓にしたんだ。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。墓？あのカバ医者の墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。ドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してえやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。雪国名物雪化粧。別の場所に逃げたのね。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。バクバクチャーク。逃げよ、王国の戦士たち。貴様の城を取り戻してこい。上の方で何か始めやがった。サンジさん、これってまさか雪崩を起こしたのか。グルル、ラパンメ、何のつもりだ。ウサギの分際で王様の邪魔をしやがって。奴らを助けたってのか。ラパンは決して人に懐かない動物だぞ。よし、ヤツが逃げ込みそうな場所を落としちまうか。行くぜ、バクバクショーカッ。俺たちも続け。おいおい、カバどもを調子づかせるんじゃねえよ。なんだ、あそこも落とされたってのか。
私ども、どれか一つ満足に守れねえのか。食いつぶしてやる。王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも追ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。受けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから。冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り。頼む。俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。